ーです。はい、今回ですね、皆さん。はい、皆さんって、はい、何ですか？怖いものってありますか？怖いものですか？はい、ヒロルさんですかね。俺なの？俺は怖くないでしょ。違う、皆さん、だって口開いてるしね。いやいやいや、いいでしょ、別に普通だよ、ヒロさんの心。いや、もう全部じゃんそれ。え、ヒロさん、怖いと言ったら幽霊でしょ。今回なんとですね、ピロさん、幽霊にまつわる話が来ております。嫌ですね。嫌だよね。でもちょっとね、そういう依頼があって、まあ、詳しくは聞いてないんだけど、一応ね、魔除けグッズ持ってきました、ピロさん。今回チロ、もうチロピのね、幽霊と戦うかもしれないんで、よし、じゃ着てみましょうか。はいはい、こちら。はい、何これ、霊媒師グッズ、霊媒師グッズ。すごい動いてる。いいよね。何？なんで笑ってるんだ？なんか怪しい人みたいになってるよ、ピロさん。ヒロさんもね。人のこと言えないから。あ、待ってください、今。はい。何ですか？今、かすかに霊の音がしました。霊が通りましたね、今。どこどこ？いや、もう消えました。え？なんか寒気しますね。なんだ？何？なんか、なんだ？何か感じるんですか？いや、何も感じない。え？それ風に言ってみた。見えてきましたね、あの家だね、ピロさん。あの家になんかね、来てくださいって話だったんですよ。うわ、なんか立派だな。今日割となんか、でもこのさ、森の中だからな。ピロ、力ないんだけどさ、できるかな。降ってきた、なんか今。え、なんだ、依頼書が降ってきた、依頼書が。え、おテント様からの贈り物ですか。早速おかしくないなって、もう怪奇現象じゃないの。ないよ、今までこんなパターンだって。ないないない。ちょっと読んでみますか。何でもやえ、来てくれて感謝する。早速だが、君たちにはこの家で起こる怪奇現象を止めてほしいんだ。この家には何かがいる。四六時中誰かに見られているような、常に視線を感じるんだ。仕事や家事中、時間を問わずに。だのさ、語尾強いね、この人。最初は気にせず過ごしていたのだが、次第に私たちは謎の体調不良に悩むようになった。ついには妻が体調不良から病を患い、先立ってしまったなって。そして今は私も病院へとお世話になっている。マジ？妻は亡くなってしまった。そしてこの人も入院中。さまざまな霊能力者に頼ったのだが、怪奇現象がなくなることはなかった。一人留守番させている白狐のことも心配だ。お願いだ、この家を安心して暮らせるようにしてくれ。白狐の安否も同時に確認してくれたら嬉しい。よろしく頼む。ま、つう、語尾強いんだよな、この人な。平等の依頼人よりだって。どうやらこの家で、妻が亡くなり、そして夫は今入院中。でもこの家の中に狐が一匹いるらしいよ、ピノさん。なるほど、ペットがいるんだね。そうだね、まあまずそいつを助けてくれたって。うん、でもやめとかないもん。やめとこうか、もうね。ピノたち、お祓いできないよ。もうこの格好どう考えてもできないよね。できるのかな。いや、絶対できないと思う、これ。無理無理、もう霊媒師グッズだから、これもう完全に。ダメよ、これドンキホーテで買ってきたからね。ここか、行くか。行くのか。え、まあまあまあ、まず狐を救出。どうなっても知らないぞ。大丈夫だ、あっと、はっ、五行封印。大丈夫？なんだ？何の音？車？おー！どうした？車が飛び出してきたね、今。うん。あれ？誰もいないんじゃなかったっけ？あれ？え、乗ってるのかな？あれ、大丈夫ですか？すみません、大丈夫ですか？大丈夫ですか？あれ？誰もいないけど。あれ、まああれかな？車もちょっとはしゃいじゃったのかな？怖えよ。チロルさんがしたってこと？これ。してないよ。できるわけないでしょ？今もうチロル完全に引かれそうだったよね、今。狙われてたよね、完全に。一歩間違えたらチロル当たってたからね、今。どうでしょ、危なかったよ、チロルもうちょっと前だったら。うわー、行くか。行くんですか。いや、もう行くしかないでしょ。こんにちは、チロルと申します。こんにちは。こんにちは。まあ、まず依頼書の内容から言うと、まあ白キツネの安否を確認してくれたから、まあ、まあ、キツネ探しに行こうぜな。何の音？なんか音した？うん、なんか音する。あ、な、あ、鳴き声聞こえる。キツネの声だ、これ。どこ？ここじゃないか。いや、キツネの声が聞こえる。ほんとだ。あれ、いるいる。絶対どっかいる。近くにいるね。そうだね。探してみようぜ。あー、ここ車庫ね。あ、車庫ね。広いな。広いね。2階に来ました。声聞こえるんだよね。そう。あ、いれ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 。あー、ほんとだ。あ、なんかコンコンできてるよ。足が震えて動けない、コン。どうした？何があったんだ？お気に入りのリードがあれば動けるかも、コン。なんだこいつ。リードって何人だろう。あ、皆さん、こっちの部屋か。
うわ、探さなきゃいけないのか。人の家探すのってなんか嫌だよね。吐いといてよ。ほんとだよ。偉いちゃんに吐いといてよ。ないよ。あ、絶対これだ。絶対ここ。ほら来た、リード。うわ、あるの。よし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 。で、ピノさんの方が多分ペットの扱いやすいから、優しそうな女性が行くべきよ、これは。そうだね。そうだね、あれ。そうだよね。あれ、今の否定じゃない。行くよ。はい、お願いします。お、おー、いいじゃん。行きますか。行こう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 。いやー、よしよしよし。まずはね、この狐を出してやってくれって言ってたからな。もう山に帰るんだって。山に帰るの？え、違うの。ペットじゃないの、この子。ペットだけど、もういないから、ここ。家主の人、元気に外でな、たくましく生きるんだぞ、分かったか。なるほど、頑張れよ。こうなったらなんか、あ、この辺に。あ、そうじゃいい、そうそうそう。オッケー、じゃあよし、新しくいるよ。今から本当の仕事が始まるからな。皆さん覚えてるか、俺たちはこの家の謎の原因を突き止めるのが俺たちの仕事だ。ふんふんふん、行くぞ。できるんですか。いや、できないから探すんだ、模索するんだ。いや、でもまずその怪奇現象的な何あれ。え、あ、見た。あ、え、何今の。見た。いや、見てない。見てない。見てない、わかんない。あって言ったよね、今。いや、わかんない。なんだろう、今の。ピノさん、なんか見えたんでしょ。うん。何が見えたの。え、巨大な眼球。ええー、あったよね。いや、俺見えてない、ごめん。いや、え、うん、わかんない、見えてない、今の記録。これが目に見えたのか。あー、まあそうじゃない。もうやめてよ。ランタンが目に見えた。いやいや、そう、俺のチロル思ったのは、なんか光ってこう、なんかあるなと思ったけど、ランタンだ多分ね。あ、そうそう、びっくりした。あー、びっくりした。チロルさんが変なこと言うからね。あれ、あれ、こんなんだった。こう違うかった。おい、見て見て、あれ、なんだこれ、なにこれ、指悪。いやいや、こんな部屋じゃなかったって、ピノさん。え、見た、この部屋。見て、赤いなんかあったじゃん、これ赤い。ここ赤だったよ、なんか。赤だった。ピンクではなかったような気がする。テレビ、テレビあったもん、ここに。あった。うわ、あったよ。嘘。怪奇現象起きてんだって、ピノさん。いや、怪奇現象の域超えてるんですよ。域超えてるね。幽霊が勝手にリフォームしちゃってるね、もう。え、リフォーム会社になっちゃってる。何点かな、チロさん、これね。これね、相当レベル低いよ。これ相当飾り付けセンスないよ、正直。これ幽霊やめた方がいい、このリフォームは。誰も喜ばないし。やべえ、喧嘩売ってるよ、俺たち。これ、これまず、これ、これダメ。これダメね、限定ポイント。これ何点？限定ポイント。この家には何かがいるって言ってて、四六時中誰かに見られているような常に視線を感じる。いや、さっきね、ほんとリアルな話すると、うん、ここに目のようなものが見えたんだよね。そう、目があったよね。いや、ほんとこれガチで。でも見られてるっていうのはこれで繋がるね。いや、でも今の見間違いだったのかなって正直思ってるとこある。こういう怖い雰囲気になって、怖いな、怖い場所だったね、ピラさん。なんだ、勘違い。さあ、どうした、どうした、なんか見えるんだけど。どうした、どうした、何が見える。チュウさん、見えるよ。何が見える。何これ。ちょっと、何これ、出してください。さまざまな霊能者に頼ったのだが、怪奇現象なくなることはなかった。閉じ込められて死んだんでしょ、俺たちの過去の人は。俺たちの過去の人は。違う違う、俺たちみたいな霊媒師は死んだんでしょ。おお。いや、だからやめとこうって言ったじゃん、霊媒師ごっこすんのさ。ピノが言ったんだよ。やめようって、こういうことすんの。なんかない、こういう時何かあんのよ、大体。何かある？穴から俺見て、俺、ご神木の枝、神聖の力を感じるが、これだけでは使えない。ご神木の枝っていうのを取ったよ。ほうほうほう、ナイス。使えるのか、枝。2階に行ってみる。2階に行く。でもまあ、別にでもなんか攻撃されるとかではないけどね。なんか確かに。あれ、あれ、あれ、なんか、いや、こんな疲れてるね。だよね、またリフォームやっちゃった、これ。リフォームされてるね。あれ。だから、どうした、リフォームセンスないんだってこれ。このソファーは嫌だな。嫌だ、硬いし、これ、虫いるって。苔生えてんのに。やめようよ、これ、ほんとに。あんなに苔入ってます。え、夫の手記。バツバツ年8月11日、曇り。最近妻の様子がおかしい。家の中にたくさんの目がいると彼女は言うんだ。そんなものあるわけないじゃないか。私は妻を安心させようとしたが、逆効果だったようだ。怒って部屋へと行ってしまった。バツバツ年9月6日土砂降り。錯乱するように妻は、目がいるのという。病院へ通うも彼女の精神状態はどんどん悪くなるばかりだ。体は健康そのものだという。一体何が起きている。バツバツマンズ年10月3日、雷。彼女と口論の最中、突然視界に紫色の不気味なゲージが現れ、それが全て紫に染まった瞬間、妻は糸が切れたようにその場に倒れ込んでしまった。妻の名前を呼ぶが、音切れた妻が返事することはなかった。バツバツ末年10月7日晴れ。身内だけの簡単な葬儀を済ませ、虚しい気持ちのまま2階で布団を干していると、ふと後ろに何かを感じた。まるで視線のようだ。なんか長かったかよくわかんねえな。え、なんか、でも奥さんがなんかね、ピョンさん、目がいるのって言ってるから、これ多分チロルと同じだよ、チロピロと。
いたよね。そう、突然視界に紫色の不気味なゲージが溜まって、その不気味なゲージが全て止まった瞬間に死んだんだって、妻が。紫色のゲージってなんだろうね。ゲージはないね。夫はなんかここを覗いてて、後ろ振り向いたら目がいたって言った。いないね。いや結局何だったんだろうね。何の音、何の音、今なんか落としたよね。落としたよ。うわー、待って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 、やばい、今のヨークさんと同じ状況じゃない。今何、大量に見えなかった、今気のせい。いないじゃん。いや今あったよね、バンって急に出てきたよ。あったあった。あなになになになんなの、みなさん帰るよ、もう帰るよ、もう帰る、もうダメ、この家ダメ、この家もう呪われてるし、もう誰も住んでないから、もういいと思う、帰ろう。なんか出てきたよ。あ、なに、あ、呪い、後ろ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 、ゲージだ。今の、あ、ゲージ？あったよ。あった。ゲージってもしかして今あのマインクラフトによく出てくるやつ？このゲージが溜まったら死ぬってこと？見えた？いや見えたけど、ピナさんの後ろに目があったよ。あった？え？ピナさん弓構えろ、弓。渡しただろ、はい、浜の弓。これでもうやるしかないよ。大丈夫かな？ドンキホーテで買ったこれ浜の弓ちゃんと効果あるかな？これ。あるのかな？あるかな？あー、間違えた！呪い？いるいるいる！ゲージが溜まってる。あ、動いてる。撃て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 ！消えた。あいつに見られてたら呪いになるんだってピナさん。書いてるもん、メイが言って、ほら、やばいやばいやばい、どこどこどこ、後ろ後ろ後ろ、撃てて撃てて、うぅ、やばいって、やばい、ゲージが溜まったら死ぬって。いや、そんなことよりも呪いだよ、もう。いや、もうね、やばいよ。もうその奥さんの体験談とかじゃなくて、もう俺たち今体験してるから。あー、来た、撃った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 、ナイス、やったぞやったぞやったぞ。どこにいたの。キッチン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 、撃った、倒しました。ナイス、帰ろう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 、よし帰ろう、お祓い完了。完了です。あれ、どうなってんのこれ、出られないね。この、なんか使うのかな、ご神木の枝とかいうの、神聖な力を感じるが、これだけでは使えない。なんかあるかな。あ、いる、ほら、え、ファクト、いったー。撃て撃て、間違えてチュルさん当たっちゃった。撃て撃て撃て、あれ、弓では効果がないようだ。弓では効果がない。つで暗い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 、隠れて、見られるな、あの目に見られるな、ピノ、どこだ、目に見られるな。ないぞ。パンチか、パンチ。いるいるいる。あっちだ。パンチだ。いけ。やばい。当たった。いや、効かない。あれ？あれ？やばい。いや、このままじゃ死ぬ、死ぬってなって。まずいまずいまずい、急げ急げ。このままじゃ死ぬよね。何かあるんじゃない？棒があるってことは。え？何もないのこれ。いる。いる。なんだこれ。ほら。ほら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 。これで殴るのかな、これ。ああ。はい、一本あげる。オッケー、これで殴るんだ。なんだ？え？動けない。動けない。近い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 、動けない。チロンさんの顔が近い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 。呪い。最悪だ。どこ？あ、金縛りってこと？かな。どんな形してんのこの家は本当に。やばい、走れなくなった。やばい、肉がない。チロンさんの肉食べるか。そうやって滅んでいったのか。ここに来た人たちは。やばいよ、なんかゲージも溜まってたし。倉庫なんかないの？あ、なんかある。どこ？これだ。来た。本当だ。清められた鉄。なにこれ？なにこの鉄？清められた鉄？夢じゃないか、別に斧とか作ろう。そうでしょ？これ分かった、これ棒なんだ、棒。棒だよ、棒。ほら。あれ？剣か？ほら、剣だ、皆さん。剣？剣作れる。あ、これ剣だ。剣作るためにあったんだ。はいはい、これだ。うおー。ほら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 。青いね。よっしゃ。皆さん、俺こっちいるから、俺ベッドの上いるわ。オッケー。皆さん、そっち頼む。どこ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 、ウェイウェイ、なんだあいつ、あーやばい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 、追い込まれてる追い込まれてる、やばいやばい、俺たちまずいまずい、ま遅いからね、ピノたち、そうね、遅いから動きが見られてる、どこ、後ろ後ろ、いけ、やばい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 、あ、ナイスナイス、よくやった、帰ろう、足が重い、いやもう足重いよ、いや呪われたな、これは、いや呪われてるよこれ、いやまだある、まだある、くどうする、どうやったらこれ、まずそもそも出られるのか分かんないよね、うん、目倒しても倒しても、さっきから出てくるばっかりだよね、うん、何匹いるんだ、無理よこれ、限界よ、何何、あ、チロさんの頭の後ろに、何何何何、ちょっとやめて、死ぬ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 よ死ぬよ、何撃っちゃダメなの、ついてないじゃん、え、いたよ、いや、やばいよ、嘘、いたよ、ふざけばよかったのかな、チロルの目の、え、頭の後ろにってこと、そうそう、で、なになになに、で、ほら、いるよ、なになに、いや
死ね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 、危ない、もう残り 0.5 なんだけど、ハートが。何今の目、キノコ食べる、そばかった今、食べようぜ。そばかった、痛い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 、いない、はい。いるよね。大丈夫、目がついてる、目が痛い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 、大丈夫か大丈夫か、痛い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 、どうすればいいの、わかんない、水でもぶっかけとく、もうね、もうこれ塩かなんかないと、あ、いる、どこ、剣では効果ない、弓では効果ない、剣でも弓でも効果ない、もう無理じゃん、え、これもなんだ、びっくりした、助けに、え、おー白キツネ、助けに来たコン、これを使うコン、お札、お札、何これ、なんだこれ、お札だって、投げて当てると対象を除霊できる、だってなぜか投げてもなくならない不思議な力がある、え、なんだこの子、あ、どこ行ってる、あ、助けた子だよね、うん、あー、帰っていった。お前まさか霊媒師だったのか、これぶつけるってことない、ピロさん。違う、どうした？いた！当てた？ああ、なんか鳴ってる。除霊が成功した。やりましたね、ヒロさん。やりましたね。やりました。ついに除霊完了です。何の声？いた今。何が？僕に叫んでたよ。除霊完了しました。座ってる。座るんだ。あ、出られる出られる。もうオッケーオッケーオッケー。行こう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 。バックしてくるかもしれないよ。あ、取られた。取られた取られた取られた、どうぞどうぞ、あっしゃーんとですね、呪われた家を除霊することできました、皆さん。ピノさんが最後お札当てたんだよね、当てた当てた、この暗闇の中で、うん、さすがです、さすがです、さすがです。ピノさんちょっとね、体重いから、そうだね、お払いがない、ちょっと重いよね体、うん、ちょっと俺にお札投げてくんない、オッケーオッケー、多分なんかついてると思う、いかないか、うん、弓とかで頼むじゃな、清めてほしい、知らない、多分大丈夫、あ、俺じゃなくて、あの後ろのハイコレで頼むよ、オッケーオッケー、頼むぞ、だから違うって。あれ後ろ狙ったんだけどな。